ケンです。おはようございます。今ですね、コンビニの前にいるんですけど、ちょうどあのコンビニ止めて、でコンビニの中でちょっと買い物してたんですけど、ちょっと出てきたらですね、なんと画鋲が刺さってました。で、そうですね、多分いたずらじゃないかと思うんですね。こんな画鋲ってこの辺落とすかな、わかんないんですけど、ちょっとちょっとだけ転がして、この1メーターぐらい転がした時にこれが刺さって、あらパンクじゃんみたいなことで気づきました。今日はグループライドにちょっと行けないんですけど、まあ、ちょっとパンクを直して行かなきゃいけないですね。はい、ということでちょっと外でパンク直し、まあ、ほぼ初めてと、まあ、いうことでやっていきたいと思います。まずちょっと場所を確保しないといけないですね。いやぁ、参ったなぁ。6時57分です。いやタイヤの空気をやっぱり十分抜いて、やっとこのビートみたいなのが出てきました。いや、ずっとこれが出てこなくて、どうすんのかなと思ってたんですよね。まず抜くんですね。やっと刺さった一本。チューブとね、こう、リムが噛まないように、じゃあ入れていきます。でもこのバルブとの対角線が一番難しい。よいしょ、どっちかも味だ。よし、待ってないかな。よし、大丈夫でしょ。CO2 行きましょう。あ、いや、1秒ぐらいですね。1秒か2秒。真っ白になっちゃってますね。
はい、ということで、屋外での初のパンク修理、今終えました。時間がですね、どのぐらいかかったのかな。1時間48分ぐらいかかりましたね。もう、最初のタイヤを、こう、ビートっていうんですか、そこからこう、外すのがすごく大変でした。空気を全部抜いて、それからこう外せばよかったんですけど、中途半端に抜いてたんで、もうなかなか剥がれなくてですね。まあそこでこう1時間ぐらいかかっちゃったと。まあいう感じでしょうか。あとはCO2 のボンベってやっぱり便利ですよね。本当空気を入れるのにもう数秒でできちゃうんで。まあその2点でしょうかね。はい。まあということで、ね、もっとパンク修理も練習しなきゃなんて思いつつ、はい。今日グループライド行けなくて残念だったんですけど、まあこれも勉強かなと思いますので、はい。何かのご参考、悪い参考になるかもしれませんけど、ありがとうございます。はい。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。まあとにかくできてよかったです。